は、2020年11月1日に、東京競馬場で行われた競馬の競争である。アーモンドアイが優勝し、芝の g i 級競争発祥を成し遂げた。各競争は、すべて2020年に行われたものである。また、頭中の太地協調は、本競争に出走する馬である。安田記念第70回安田記念は、グランアレグリアが優勝した。 宝塚記念第61回宝塚記念は、6月28日に、阪神競馬場で行われた競争である。阪神ジュベナイルフィリーズとエリザベス女王杯、大阪杯勝利のラッキーライラック、ホープフルステークス、サツキ賞勝利のサートルナーリアという GI、複数勝利馬が出走。加えて、週刊賞馬、クロノジェネシス、菊花賞馬奇跡、ダービー馬ワグネリアン。 アリマ記念勝利のブラストワンピース、香港バーズ勝利のクローリー・ベイズ、マイルチャンピオンシップ勝利のペルシアン・ナイトが出走し、GI 級優勝経験馬は、総勢8頭が参戦。その他重賞3勝のスティフ・フェリオや、カデナラ重賞優勝馬が参戦し、総勢18頭での出走となった。単勝一番人気に押されたのは、金舎地賞を勝利から望むサトルナリアで2.4倍の、 オッズに支持された。大阪杯で、ワンツーフィニッシュとなった2着クロノジェネシス、1着、ラッキーライラックが4倍台の2.3番人気で、ブラストワンピースが9.9倍の4番人気となり、ここまでが1桁台のオッズであった。以降人気は、グローリーベイズ、奇跡、ワグネリアンと続いた。サマー二0シリーズ二千二十年のサマー二0シリーズは、新潟記念を勝利したブラバスが、 合計15ポイントを獲得し優勝した。いずれも福永雄一の騎乗によるものであった。ブラバスはその後12月のチャレンジカップに出走し2着となった。札幌記念勝利のノームコアはエリザベス上杯に進み16着に敗退。その他、函館記念勝利のアドマイアジャスタは福島記念に小倉記念勝利のアールスターは アルゼンチン共和国媒を目指した。七夕賞勝利のクレッシェンドラブは、ジャパンカップに出走した。優先出走権が得られる競争オールカマー第66回、オールカマーは、9月27日に、中山競馬場で行われた競争である。菊花賞優勝、天皇賞連覇のフィエールマンが出走を予定していたが、競争4日前の夕方に体温が39度となる、熱発を発症。 その影響で追い切りを中止したため、オールカマーを見送り、回避。そのため、GI 優勝馬の出走はなくなった。しかし、ジャパンカップや優勝品馬など GI で3回2着の経験があるカレンブーケドールが出走。重賞を複数回勝利しているのは、日経賞やセントライト記念など重賞3賞のミッキー・スワロー。セントライト記念と、形成敗勝利のジェネラーレウの 福島記念と七夕賞勝利のクレッシェンドラブの3頭であった。加えて、京都新聞杯勝利のステイ・フーリッシュや、共同通信杯勝利のオーケン・ムーンが、重賞優勝場である。その他、マーメイド・ステークスで、サマー・セントに次ぐ2着となったセンテルオや、スプリング・ステークスで、ウィン・ブライトに次ぐ2着となった、アウトライアーズ、日経賞4着のサン・アプルトンが出走。 以上9頭での競争となった。先手量単勝1番人気は、天皇賞で3着となって臨むミッキースワローで単勝オッズ2.9倍に押された。以降1桁台のオッズは、ミッキースワローを含め5頭であり、6番人気の10.2倍に、ジェネラーレ・アレウーノが押された。スタートからジェネラーレ・アレウーノが先手を奪って逃げ、1000メートルを64秒3で通過。このペースは、 超スローペースや、ゆったりとした、ペースであったとされている。向こう正面で、カレンブーケドールが仕掛け始めて2番手となるなどで、ペースが上がり、それに続いて、ミッキー・スワロー、その後ろから後方で待機していた先手両が進出を、開始した。ステイ・フーリッシュや、クレッシェンドラブは3番手から、先頭に迫るカレンブーケドールに続いて進出し、最後の直線に進入する。直線では、 ジェネラーレウノは交代し、カレン・ブーケ・ドールが先頭となり、後方との差を広げて、押し切りを図った。しかし、後方から追い込んだ外からセンテリオがゴール寸前で、花の差、カレン・ブーケ・ドールを差し切って先着。その競り合いの一場に4分の1後方で、ステ・フーリッシュが入線。センテリオが7回目の挑戦で、重症制覇を果たした。頻馬が、 オールカマーを制覇したのは2017年のルージュバック以来12回目であり、ヒンバがワンツーフィニッシュを果たしたのは1着湘南ンパンドラ、2着ヌーボレコルトとなった2015年以来で5年ぶりのことであった。なお2着のカレンブーケドールは4戦、連続5度目の2着となった。センテリオは天皇賞の優先出走権を獲得。しかし優先出走権を行使することなく、 出走を見送り、天皇賞から2週間後のエリザベス女王杯を目指した。京都大賞典第55回京都大賞典は、10月11日に京都競馬場で行われた競争である。GI 優勝馬では、菊花賞勝利の奇跡、香港バーズ勝利のクローリー・ベイズが出走。重賞優勝馬は、ステイアーズ・ステークス勝利のアルバートや、リッチマン モンドインペロの3頭が集結。メグロ記念勝利のキングオブコウジと、アルゼンチン共和国売勝利のパフォーマープロミス、重賞2勝のダンビュライトに加え、ステイ・フーリッシュが出走。その他宝塚記念3着の経験がある、ノーブル・マーズ、条件戦3連勝で臨むシルバンシャーなど、総勢17頭での出走となった。グローリーベイズ単勝オッズ3.5倍の一番人気に、押されたのは、 奇跡、2番人気、キングオブコージが5.2倍、3番人気、グローリーベイズが6.2倍と続き、以降ステイフーリッシュ、ダンビュライト、パフォーマープロミスが一桁台のオッズであり、6番人気までに収まった。グローリーベイズが、後位から直線で伸びて差し切り、ゴール直前で、ババの外側から追い上げる奇跡を振り切り、4分の3馬身、離して入選した。グローリーベイズは、 2019年の香港バーズ以来、重賞3勝目を達成。関東所属場の勝利は1998年のセーブンスカイ以来であった。この勝利により、天皇賞の優先出走権を獲得した。しかし、優先出走権を行使することなく、出走を見送り、天皇賞から4週間後のジャパンカップを目指した。毎日王冠第71回毎日王冠は、 10月11日に、東京競馬場で行われた競争である。朝日杯フューチュリティステークスを勝利し、サツキ賞及び、東京優秀にて2冠を果たした、コントレールに次ぎ、2着となった3歳馬、サリオスが参戦、初めてのコバとの対決となった。重賞優勝馬は、弥生賞や小倉大賞典など重賞3賞のカデナ、フラワーカップとターコイズステークス勝利の、 コントラチェックという重賞複数優勝馬に加え、毎日敗勝利の三歳馬まさとのインプレッサや、東京豪車で知られるエプソムカップ勝利のダイワーキャグニー、函館スプリントステークス勝利のカイザーアメランジェが出走した。その他、ともえ賞勝利のトーラス・ジェミニア、プリンシパルステークス勝利のザダル、イステークス勝利のアイスストームなど、11頭での競争となった。 サリオス単勝オッズ1.3倍の一番人気にはサリオスが押された。単勝支持率は60.2%に上り、これは1984年のグレード制導入以降、1999年のグラスワンダーの支持率66.3%に次ぐ2番目に高い数字であった。ついで8.2倍の2番人気には里のインプレッサ8.5倍の3番人気にザダル。 この3頭が一桁台のオッズに押された。以降、ダイワ・キャグニー、サンデー・ポケット、カデノと続き、最低11番人気のカイザー・アメランジは328.3倍に押された。スタートからトーラス・ジェミニが逃げの手を打ち、それにコントラチェックや、ダイワ・キャグニーが続き、サリオスが4番手に位置した。先頭のトーラス・ジェミニが千メートルを十八秒0で通過、速いペースの中、 最後の直線に侵入。2番手のコントラチェックが逃げ粘るトーラスジェミニを捉えようとする中、残り300メートル地点でサリオスが追い出しを開始。同じく進出を試みるダイワキャグニーと馬体を合わせながら戦闘となると、そこからサリオスがダイワキャグニーを置き去りにし、後方に三馬身離して決勝戦を通過した。ダイワキャグニーは後方から伸びた。 サンデーポケットを花さばかり退りけて2着を確保。2番人気の里のインプレッサはスタート直後に出遅れるなど10着に敗退した。サリオスは2019年の朝日杯フューチュリティステークス以来の勝利で重賞3勝目を達成。後方に3馬身以上離して勝利したのは1969年第20回毎日王冠の竹芝王以来51年ぶりの ことで、グレード制及び1800メートルで行われるようになった1984年以降、最大の喫茶をつけての勝利であった。加えて、538キログラムの馬体を持つサリオスは、2006年の第57回毎日王冠に勝利した大和メジャーを、更新するレース史上最高馬体重での勝利である。この勝利により、天皇賞の優先出走権を獲得した。 しかし、優先出走権を行使することなく、出走を見送り、天皇賞から3週間後のマイルチャンピオンシップを目指した。10月23日に5 5ト、mm、ルの高水を観測して、以来記録されなかった。富士ステークス直前の金曜日は雨の影響で、やや重であった。しかしババは回復し、富士ステークス自体は夜ババで実施。その後、 ババ状態が悪化することはなかった。天皇賞が行われる4回目の東京開催は4週目となり、この週から最も内側の A コースから3メートル外側に内策を設ける B コースでの使用が開始された。JRA によると、策の移動により傷んでいた箇所は概ねカバーされたが、3コーナーのうち作沿いに痛みがある。と発表している。競争当たり週はしばかり。 肥料と殺菌剤の散布、散水を実施。芝の草丈は、野芝は約10から12センチメートル、洋芝は約14体から18センチメートルに設定された。競争2日前の金曜日に観測した芝のクッション値は9.3で、標準とされるクッション性であり、同じく含水率はゴール前が14.9%、 第4コーナーが13.3%を観測した。18頭まで出走可能な天皇賞には、12頭が出走登録を行った。品馬3回を筆頭に、GIQ 競争7勝を挙げており、前年の天皇賞制覇に続く、天皇賞連覇を目指すアーモンドアイ、同じく週華賞を優勝した品馬で、小馬となり大馬相手の、第61回宝塚記念を勝利した。 クロノジェネシスが出走を表明。この2頭は初めて顔を合わせることとなり、グンドモン・シュンオットは最強品馬決定戦と表現している。一方ボバでは天皇賞を連覇したフィエールマンが初めて天皇賞の舞台に立った。過去に6頭存在する天皇賞春秋連覇及びテームオペラ王、北サンブラックという検証馬2頭に並ぶ天皇賞3賞を目指すこととなった。 以上、日本国内の GI を複数回勝利している3頭で、ある。それ以外の GI 優勝場では、クイーンエリザベス2世カップ、香港カップという香港 G1 を2勝した、ウィンブライトや2018年のアリマ記念勝利の、ブラストワンピース、2017年の菊花賞勝利でそれ、以降新たな勝利のない奇跡及び二千十七年のアサヒフューチュリティステークス勝利し、 前年の天皇賞にて、アーモンドアイの後方2着となったダノンプレミアムが登録。その他、中山記念など重賞3賞を挙げ、東京優秀2着や、サツキ賞と大阪杯で3着のダノンキングリー、弥生賞など重賞3賞のカデナ、エプソムカップを勝利した、馬の大和キャグニー、2019年の、府中品バステークスでは、 GI 優勝はラッキーライラックを差し切り勝利した、スカーレットカラー、ヒンバ3冠を達成したアパパネの3区であるジナンボーが登録した。競争除外、出走取り消しは発生せず、登録した12頭の出走が実現した。スタート直後大和キャグニーが花を主張するも2番手に、アマンジ、タノンプレミアムが、外枠から制して、逃げの手を打つ。続いて、 後位の3.4番手に奇跡とアーモンドアイが位置した。中段には、ブラストワンピースやウィンブライト、ダノン・キングリーがおり、その後方に、フィエールマンとクロノジェネシスが追走。最後方は、スカーレットカラーとかデナであった。ダノン・プレミアムが2番手のダイワ・キャグニーに3馬身つけて、逃げる中、1000メートルを60秒5で通過した。ダイワ・キャグニーが、 最終コーナーで交代する中、最後の直線に侵入した。奇跡が2番手に進出したが、戦闘との差が縮まらなかった。アーモンドアイは、抜群の手応えで直線に向き、4番手から追い出しを、始めた。残り300メートルで、ゴーサインが発出されると加速し、残り200メートル過ぎにて戦闘で粘る、ダノンプレミアムを捉えた。そんな中、ババの外側後方では、 クロノジェネシスが、さらに後方からフィエールマンが追い上げを開始。アーモンドアイが先頭となったにつれて、フィエールマンと、クロノジェネシスが追い上げるも半シン振り切り、アーモンドアイが先頭で入選した。以下の内容は、JRA および NETKEIBA.com の情報に基づく。ワイド、7から980円は、天皇賞におけるワイド最低払い戻し金額である。 競争全体の売り上げは215億897万3200円。前年代160回天皇賞の99.7%。週刊ギャロップは微減都市、し12頭と消灯数なのが原因と表した。当日の東京競馬場への入場者は1310人で、前年代160回天皇賞開催日の1.3%。 本レースのテレビラジオ放送の実況担当者は以下の通り雑誌ありがとうございます。